うまさの秘密はじゃがいもにあり。カルビーのポテトチップス。レイジです。よしおくん、遊ぼう。よしおくん、よしおくん、よしお。すいません、よしおは学校ですけど何か。あ、お母様でいらっしゃいますか。はいはい、私こういうものですが。はいはい、どうも。関根物産係長。としお。あの係長さんがうちの吉尾に何か。よしおくんと遊ぶんです、親友として。親友ってうちの吉尾まだ小学校2年生ですけど。私は56です。吉尾君と遊びに来ました。遊びますよ、汗まみれで。困ります、あの56の方と遊ばせるわけにまいりませんのでね。そうですね、高尾になんかやりますね、汗まみれで。男同士の汗で。すいません、人の話聞いてらっしゃいますか。遊ばせるわけにはいきませんと申し上げてるんでございますよ。もちろん吉尾君が鬼です。56の男が小学校2年生の少年に追いかけられるんですよ。真剣に、しかも汗まみれで、男だけの汗で。その汗ってのが気になるんですよ。絶対遊ばせませんからね、私。あなたもご存知。おー、吉尾君帰ってきた。へへー、お兄さんこちら。キャー、ほら、吉尾ちゃん、ほら、おんじゃありませんよ。吉尾、吉尾ったら、あなた、あなた。まあ、あなたそんなに汗まみれになった男って羨ましい。スウェット。全国3000万のコタキンさんの皆様、お待ちどうさまでした。制作費1億円未満、制作日数1日以内、超ド迫力のスケールでお送りする小作品増刊号。今夜も小坂井関根のご用意がメガソン級のバカバカしさで60分を突っ走ります。それではスタート。小作品増刊号。関根です。はい、こんばんは、鶴丸です。はい、というわけでね、ゴールデンウィークの真っ只中ですけどね。すごいね。今日はゴールデンウィークってことでですね、海根コントスペシャル、をお送りします。でこれに関しての、ご感想とか、指導ご鞭撻ご意見は一切いりません。今日は海根コントですから、そこを意味ないってことを突っ込まれたと何もできませんので、今日はやり逃げです、ね、やり逃げですね、これでお送りしますので、ね、ぜひ聞いていただきたいと、はい。まあ、僕らも何だろうと思うコントがありますんで。そうですね、あの演じていてどうなるか分かんないっていう、鈴木誠二さんの映画に出た役者のような気持ち、ね、ほら、ラジオの前で、何それって、どんどん聞かせてください。そうだから、ストレートを解消する。そうですね、ひでーとかね、何言ったんだよ、バカだよって言っていただければ結構。僕らもね、あ、これ面白いっていうのもあるしね、それからこれはちょっと意味が分からないな、でも僕らが分からないからってね、これをね、自粛するのよくないと。じゃあ聞いてる人はこれを、あ、いいと思う人がね、一、人でもいる限りね、一人でもいる限り、あ、でも青空のある限りだったんだけど、ちょっとメロディーが分かんなくなっちゃってね。それがすぐ分からないコントもあるかも。だからじわじわとして、はい、で寝る頃に、あれが、そう、そう、よ、米丸さんの昔のネタじゃないですけど、グッと起きて笑うとか、そういうこともあるかもしれません。あとね、今日僕ね、ひぎ、体で言うとほら、3年殺しとかでしょ。今日僕ね、10年笑いってね、入れてきましたんで、10年後にね、思い出して笑えるコントも、それも爆笑してしまうんですよ。ああ、それは楽しみですけどね。そういうの。その時やっぱり40代以上だと腸が裂けちゃうかもしれないですね。だから今40代の人はちょっとそこのところはちょっと、あっ、と聞かないようにして、どこかってわからないんですか。何を言ってるんですか。日本語さ。本当に僕はね、関根さんと人に会えてよかったと思ってるよ。そのまんま言ったね、あなたに会えてよかった。小泉京子です。梅雨ってあれ、としおさん、あれ、としおさん、としおさんいない、としおさん、いつの間にか家が燃えてる、おーい、バーバービビバーバー。ああ、閉まるなよ、おい、閉まるな、この新幹線乗り遅れると10時からの会議に間に合わないんだよ。待て、閉まらないで、頼むから。当選坊、お前何やってんだよ、お前は。ふにふ
ふに。ふにふにじゃねえ、どけ、ほら、どけ。いい天気ですな。まさにさっきまでそんなこと言ってる場合じゃないんで、どけ、どいて、急いでんだから、ああ、しまっちゃう。そんなに通してほしければ、私の生年月日を当ててみる。わかんないよ、初めて会ったやつの生年月日なんてわからんじゃないでしょ。じゃあ通さない。なんだそれ、わかったよ、昭和、あっ、でも16年の2月3日、3月だ、27日だろ。うん。覚えてやがれ。なんだよ、なんだよ、あれ、あ、しまっちゃう、ああ。間に合ったよ。それにしても変なやつだったな、生年月日だなんて。はあ、当たったのかな。え、車掌さん、車掌さん、車掌さん、すいません、ニコニコアンケートですけど、ちょっと答えていただけますか。いいですよ。奥田英二の酒の量ですね、狩猟の多さについてどう思いますか。あ、奥さんかわいそうだね。柴俊夫さんは目張りも入れてないのに目の周りが黒いと思いませんか。それは西田敏行か志垣太郎が一言注意してあげるべきだよね。あ、僕みたいな男性どう思います。どっちかっていうと男に尽くすタイプに見えるよね、角刈りだし。じゃあ最後に一言、海部市長についてどう思いますか。コンボーイハゲ。あ、もう一回お願いします。コンボーイハゲ。闇に沈む月の裏の顔を暴き、青い砂や石をどこへ運び去ったの。はい、どうもありがとうございました。スタレビの皆さんでした。どうもありがとうございました。さあ、お次は現在とどまるところを知らない人気のこの方たち、ビーズのお二人です。こんにちは。こんにちは。今日は現在大ヒット中のレディーナビゲーションを歌っていただくんですね。はい、はい、このタイトルの意味ってのはどんな意味なんですか。レディーがナビゲーションなんですな、弟。そうだぜ、兄貴。あれ、ビーズは兄弟じゃないと思ったけどな。兄弟なんですか。あ、ま、あ、もう満期のサインが出てますね。では歌っていただきましょう。ビーズのお二人でレディーナビゲーションです。どうぞ。レディーナビゲーション、熱いハートで俺を抱きしめるぜ。お前の柔肌に食い込む穴は俺の耳たぶに歯を立ててくれ。俺たち今じゃ2匹のオスとメス、オスメスキスブスじゃ。知らないなら歌うな。お前本当は誰だ。本当は弱々しい愛はかげろうのガムです。愛はかげろう。現役の学生だったからベスト10の中継でいつもキャンバスを歌ってましたね。歌おう弟。うん、兄貴。愛はかげろう、すぐ死ぬ虫だよ、短い命大切にしよう。ねえ、あの、弦が構図じゃなくて指切れてますよ。あー、ブル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 ストライク。え、なんで今のがストライクなんだよ。ストライクは退場。ちょっと待ってよ、納得できないよ。逆らったから死刑。なんでこの瞬間から俺は無実の罪を着せられて逃げ惑う逃亡者になった。奴らからの追っ手から逃れ、町から町への一人旅、名を隠し身分を隠し、愛する妻のジュリアも捨てて逃げ惑う俺、奴らに俺が捕まえられるもんか。いつの日か、いつの日か復讐の時が来るんだ。見つけたぞ、ヤブルにしちゃう。ボーン。熱い。さあ皆さん、ここでお弁当にしましょうね。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、何でしょうか。私この辺をね、警備してるものですが、そのお弁当ちょっと待った。そうですよね、分かってます。ゴミはちゃんと私どもで持って帰りますので。いや、そういうことじゃないんだな。私警備員だからね、困るんだな。どうしてでしょう、子供たちの今日はですからね。分からないかな、私警備員なんですよ。はい、それは分かってます。警備してんですよ、だから没収。ちょっと何するんですか。子供たちはかわいそうじゃないですか。楽しみにしてた遠足なんです、怯えてますし。ちょっとやめてください。それも没収。やめてください、やめてください。ダメだ、許可しない。私は警備員さん。おすぎじゃない、ピーコだ。さてと、どれ見ようかな。あ、久しぶりに来たら随分変わってんな、ビデオもな。これにしようかな。それじゃあ私も。あの、すいませんけど。どうぞお気になさらずに。気にしますよ、この時話してください。
ちょっとじとっと、いや、握らないで脂っこいって。私もこのビデオ見ようかなと思って。ああ、じゃあいいですよ、お願いします。持ってってください。一緒に見ましょうよ。いや、いいですよ、嫌ですよ。あ、どうぞどうぞ。じゃあ私も見るのやめましょう。なんで付き合います、あなたに。いや、結構です、結構です、結構です。何この人なんで真似するんですか。真似てませんよ。真似てるでしょ、さっきから。真似てるでしょ、さっきから。やめろやめろ、中途半端に真似るなよ。中途半端にマミヨン。やめろよ。やめよう。やめよう、オーケー。もしもし、何でしょうか。あ、ですか、いきなり息かけた。さあ、私はお昼に何食べた。さあ、さあじゃないよ、ほらほら、はあ、ほら、答え言いなさい。うん、答えはこれ。おー、強烈。バーバービビバーバー。お客さん、終点ですよ、終点。お客さん、終点ですよ。ね、起きなきゃ、ほら、ね。山肌汚染。お客さん、ほら起きてください。いい加減してくださいよ。マヨネーズは強め。寝ぼけてんな、おい。手袋の反対は六分手。痛えな、起きてぶって。お客さん、僕だっていい加減怒りますよ。ほら、降りてくんないと、ほら。ね、下か。あなた何ですか。私は善良な市民、カラカイマンだ。とたつあげ食べた。こんな仕事やめてたつあげ食べたいんだよ。暴露町の駅でな。こんな仕事やめてよ、たつあげ入ってくれて。そう思ってる俺の前でたーはねえだろう。うるさいな、あんた。何ですか、さっきはタータ言って。何なの。僕ターくんです。